はい、では予告通り、はい、フェミギレン対途上凛花さん問題のフェミギレンの今回の騒動、はい、騒動で良かったこと、功罪の功やな、どっちかっていうと。でも結果的に功なだけで、フェミギレンの功ではないけどな、厳密に言うたら。でも結果的に良かったんちゃうかなっていう俺が思う見解言っときますわ。よかった、そんなものがあるのかと思っちゃった。ねえよ、フェミニズムのやってることは全て罪やけど結果転がって転がってこうになったなっていう話な、うん、もう、はい、なんつうかもうピタゴラスイッチ的な話で、でこうになったということで、なるほど、あいつら自体は悪です、完全に罪、うん、罪の存在ですけど、はい、何かっつったら、でさ、今までにもこう いわゆる自称フェミニストどもが、はい、アニメキャラをポスターに使われたうさきちゃんとか、はいはい、献血問題とか知らんやろ。わかんないです。うさきちゃんは遊びたいという、はい、まあ、漫画原作のアニメがあって、はいはいはい、それがめちゃめちゃおっぱいのでかいやつやね、はい、キャラやね、うさきちゃんが、はい、それが献血しましょうという献血ポスターに使われて、こんなおっぱいのでかいキャラクターを使うなんて女性差別で、もうわかるやん、もう同じよ。もうこれまでもそのラブライブのなんとかちゃんっていう子がみかんの全、はい、その静岡って言ったらみかんやん、そのなんとか、その名前忘れたけど、なんとかちゃんがみかん好きなキャラなんかな、そう、うん、っていうことで、そのラブライブのなんとかちゃんの、うん、がみかん食べましょう、静岡のみかん食べましょうみたいなポスター、はい、それもな、普通に制服着てて途上凛花さんみたいにへそ出しとかされてないんだけど、普通の制服なんやで。でもまあまあ、なんかその女性っぽい体型してるわけやん、それ女性キャラなんやから、女性っぽい体型してるのは当たり前ですよね、ある意味、はい、でそれなんか女性の体型を強調したこんなキャラ女性差別だとか言って騒いで、まあなんかポスター剥がされるみたいな、なことがもう数えきれんぐらいあるわけ今まで。でさ、その今までは一応まあなんかどこの誰ともわからん自称フェミニストどもが、ついまあついフェミはいわゆるついフェミが騒いでて、そういうことになったんやけど、今回さ、はい、フェミ議連、フェミニスト議連っていう議員の集まり、いわゆる一種の権力を持った者の集まりが、権力的なものを振りかざしてやめろって言って警察に圧力かけて、本人らは否定してるよ、私たちは圧力なんてかけてませんって、はい、松戸警察が勝手に削除しただけですって、削除と謝罪を求めますっていうあれ出しといてな、抗議文出しといて、削除したら私たちは削除しろとは言ってませんとかいう、ど卑怯な集団だけど、まあそれは置いといて、で権力、一種の権力を持った議員連盟っていうのがそういう圧力かけて削除させた形になったやん、それで大騒ぎになったわけやん、はい、だからさ、ここで一気に今までなんか待った、どこの誰ともわからんフェミニストが宇崎ちゃんとかを潰したんで的がなかったわけよ、はい、フェミニストっていうのは分かってんだけど、なんか割と実体のない右往の衆みたいな感じだったけど、今回はっきりとしたフェミニスト議連っていう、もう具体的なバーンという集団が、団体、一応団体やわな、が出てきたもんやから、あーついになんか正体表したぜ大ボスがみたいな感じで、みんなドゥーワー言うて炎上してるわけやんか、もう総攻撃や、今までの鬱憤が溜まってんやんか、みんなそのギギギってなって、苦虫潰したような感じになってるわけやんか、こっちとしては。もうそれがもうストレス溜まりまくってっからさ、そのフェミニストじゃない側の人間としては、ここではっきりとした敵、今までなんかまあフェミニストって言うとは言うてるものの、どういうやつらなんかはいちいち分かってなかったわけやん、それがここでフェミニスト議連でどこどこの議員とかさ、なんか立憲民主党の議員とか福島みずほとかも所属してるわけやんか、
そんなやつらが大ボスとして正体ついに現したもんやから総攻撃食らって、多分フェミギレン側も今までみたいにのらりくらりと言ってたら、のらりくらりとなんかそのポスターが撤回されて、なんかなんとなく自分らの言うことが通ってた感じやけど、ここで初めて具体的に炎上したわけよ。多分面食らってんやと思うで、フェミギレン側も。あーなんかうわなんかやりすぎ、なんかついに踏んでしもたって、虎の尻尾踏んでしもた状態になって、うわなんかちょっと超えてしまったわみたいな感じであわあわなってると思うね、うん、でなんかわけのわからん、いや私たちは削除求めていませんみたいな風な、ろくに反論もできへんわけや、うん、だって具体的にこの前の東京新聞の記者会見、完全な東京新聞がお膳立てしたような記者会見でもさ、ろくにこの問題について何の反論もできてへんわけ、具体的にこれはこうですってみんなが納得するような一理もないような、より良い社会にしたいとかさ、相変わらずそんな曖昧なことしか言えへんから、もうだから負けよったんや実はな、失敗しよったんや初めて、フェミニスト側が初めての失敗は、失敗はずっとしてんねんけど、実はそのまあ存在そのものが失敗なんやけど、言ったらな、初めっから失敗してんねんけど、なんかこうどこの誰とも分からん状態で、宇崎ちゃんのおっぱいは許せへんとか、ラブライブのみかんが許せへんとか、なんとなくわーっとじわじわーってやって、じわじわーって引いていったもんが、今回具体的にバーンっていったもんやから、初めて具体的に失敗したんや。でだからな、今後なやりにくくなったと思うで、フェミ側も。文句つけにくくなったと思う でつけたらもう下手したら炎上してなんかやばいことになるでっていうことをフェミ側もちょっと分かったんちゃうかなと思うんで、まあ唯一そこが良かったね、ちゃうかなと思われるとこかな。はい、以上ですわ。はい、性的装置、性的装置、性的搾取は許さねえ、性的装置、性的装置、性的搾取は許さねえ、極道の秘密が許さねえ、無意味な秩序で許さねえ、エロスはへそ。